ここはシェルウォーカーの通り道。ラレンドが装甲板を欲しがってたな。野営地で来るのを待とう。あとは休もう。奴らを待つんだ。やっと来たか。シェルウォーカーは一匹だけでも。
上持てない。保管庫に送ろう。シェルウォーカーは倒しておいたぞ。ファンダ、レンダ、回収だ。それじゃこれは今回の報酬だ。これで最高の鎧に一歩近づいた。一歩だと？シェルウォーカーの装甲版を使った鎧は確かにいいんだが、でもちょっと手を加えればもっともっと良くなる。もうちょい仕事を引き受けてくれないかね。どうかな。他に鎧に必要なものは？アラームアンテナだ。強くてしなやかで柔軟な鎧を作るのに最適さ。スクランジャーから手に入るよ。それじゃあ契約書を読んでからやってみるよ。期待してるぜ。この仕事についてもっと教えてくれ。ひらめいたんだ。鎧を強化するのにスクラッパーの顎が使えるってさ。この近くで群れが見つかってるから狩ることだってできるだろ。じゃあ契約書に目を通してみるよ。そりゃ助かるね。どうも。完璧な鎧が作れるはずだ。部品さえあれば。時間があるときに。契約書を読んでおく。内容を確認したい。
ダレンドの契約書にあったチャージャーの群れはこの近くのはず。もう一度契約書を読んでみるか。見落としがあるかも。チャージャーがいる。あいつらを倒せばスクラッパーをおびき寄せられるな。のために保管庫に入れておこう。歓迎するよ、流れ者。
はりメインスプリングに帰るのか。どうなの、いい値段で売ってきてくれない？なんで俺が…それだと配属先保管庫に入れよう。スクラッパーの顎を手に入れたぞ。ああ、いいやつを見つけたな。ほら、報酬だ。他の仕事もやってくれると助かるよ。損はしない。約束する。じゃあ、もう行くよ。回収できたら教えてくれ。おーい、極上の品を仕入れた。時間があるときに契約書に目を通しておこう。じっくり読まないと。
リスルバッグを俺らをこき使って後で保管庫から取り出せる。ナレンドの契約書にあった機械の場所に近づいてきた。念のためもう一度読んでおくか。いた、スクランジャーだ。あいつらのアンテナを回収しよう。見つからずに部品だけ撃ち落とすことができたら。No!
落としたアンテナを回収しよう。一つだな。あとでラレンドにこのアンテナを渡しに行こう。いくつか余分に持っておこう。保管庫に送っておこう。
や。最後の物資が届くまで待たないと。後で保管庫から手に入れよう。アームアンテナを手に入れてきたぞ。ああ、これはいい、バッチリだ。ほらどうぞ、これが報酬だ。鎧を作るのに必要なものはこれで揃ったな。実はこの近くでファングホーンが見つかってさ、あいつの部品を手に入れられれば鎧に火炎耐性をつけられると思うんだ。などう思う？などで詳細を見てみて、考えてみるよ。報酬は払うからさ。もう行かないと。ファングホーンの部品待ってるよ。必要な最後の部品なんだ。の契約書に目を通しておこう。詳しく読んでおかないと。機械の足跡だ。ファングホーンのものか。足跡がいっぱいあるな。フォーカスを使って見分けよう。行く前にファングホーンの足跡を特定しよう。契約書
行く前にファングホーンの足跡を特定しよう。戻ってきた。契約書にあったファングホーンを探そう。静かにしてれば通り過ぎるはずだ。ファングホーンの足跡だ。時間もあまり経ってない。フォーカスを使って辿ってみよう。この足跡だ。辿ってみよう。炎を吐くファングホーンか。ラレンドが喜ぶだろうな。あいつを倒さないと。じっとしてくれれば捕まえてやるからな。やるか。
さん来た。
イニシエの遺跡だ。中に何があるんだ。吐くファングホーンか。ラレンドが喜ぶだろうな。あいつを倒さないと。捕まえてやるからな。以外の矢玉を使った方がいい。
ランスホーンがたくさん来た。奴は電撃が苦手だ。好きなだけ調べろ。